10分雑談でございます。はい、今回のテーマは私の歴代ナンバーワンドラマでございます。うん、まあ、人それぞれね、いろいろドラマを見てきて自分の中のナンバーワンドラマみたいなのあると思うんですけど、うん、ちなみに島田さんってドラマっ子だったんですか？結構見てたよ多分。あ、本当？うん、で一番最初になんか物心ついて初めて見たドラマ見てるな俺って感じたのは家なき子だったと思う。ああ、井戸田由美さん主演のやつね。足立由美ね。もう別れてんだから甘い。甘くないよ全然今。ボケが甘い。そっちの意味でね。合ってる合ってる、だって合ってる。あ、家なき子ね、すごい視聴率だったもんね。そう、俺はねあんまりドラマ通ってきてないのよ。っていうのもなんか意地張って見てなかったみたいな。なんでよ。なんかみんな見て、みんな学校で昨日のあのドラマ見たとかさ話すじゃない学生の頃って、うん、それを車に構えて見てた男みたいな俺は。残念みたいな。でも名作いっぱいあるから。だからあれでしょ。いや、わかるよ。その悲しいさ、車に構えてた悲しい過去を払拭するために今一生懸命いっぱいドラマ見てるでしょ。別に取り戻そうと思って今週 3,4 本見てるとかじゃないよ。それ取り戻ってないんだから。それは後悔してるもんだって。その名だたる名作たち言われてもほぼ見たことないから俺。名前は知ってても、だから家なき子って今言われて一応ねボケたけど内容知らんからね。なんでだよ。同情するなら金をくれっていう名作ある。それは知ってるよ。そのセリフはもちろん知ってます、うん、なんなら俺もそう思ってます。いまだに？いまだに。いまだに思ってるけど、うん、その座右の銘だけども。うん、座右の銘はおかしい。カナダおねだりだから。だからすごいちょっと後悔してる。だから今回このチャンネルの視聴者さんにそれを聞いて、今さ、いろいろ見れるじゃん。過去の作品とか。いろんなサイトとかでさ。で、それを参考にして取り戻そうかなっていう。なるほど。何万という作品がある中で、うん、私だって見てないのいっぱいあるから、ちょっとね視聴者の方からおすすめされたとかいいよって言われたやつはちょっと見返してみようかなと思いますよ。じゃあ早速視聴者さんからいただいたコメントを紹介していこうと思います。まず最初はイユさんからいただきました。ビバンです。あ、結構最近ね。まあでも名作よ。今まで真剣にドラマ見ることがあまりなかったのですが、初めてのめり込んだドラマがビバンでした。単にお金がかかってるというのもあると思いますが、まずストーリーがよくできてるなぁと毎回本当に楽しみでした。昔から都市伝説やオカルトが好きなので、別版という初めて聞く都市伝説の話ということもあり、よりのめり込んだのかなと思います。続編が楽しみだったのですが、監督が赤字だからないというようなことを言ってたらしく、点々ですが淡い期待は抱いていますといただきました。でも分かる分かる、あの別版にワクワクしたわ。知らなかったからね。そうで結構ね、あの別版についてドラマじゃなくてその本当にあるのかどうかっていうところまで結構調べたりとか、うんうんうん、あと別版について書かれてる著書とか検索したりとかしてましたよ。えらいじゃない、そんなことするなんて。いやいや、ちゃちゃ、なんか楽しくて。そう、分かるの、そのちょっとオカルトなのか本当なのか、ちょっと裏の真実みたいなの。あ、好きだもんねそういうの、島田さんね。そう、好き好き。だからこの方の気持ちめちゃくちゃ分かる。ブブカとか好きだもんね、雑誌の。違う違う、あの実はナックルズとかと一緒にしないでよ。あ、違うんですか、そういうの。全然違うよ。あ、そっかそっか。まあ、実はナックルズも好きなんだけどね。なるほど。あ、続編ないって言ってたの、監督赤字だからって。ネットフリックスにビバンが行って進出してちょっとあまり振るわなかったみたいなニュースは見たな。世界ヒットを目指してネットフリックス行ったんだけどあんま振るわなかったみたいなニュースは見たけどね。じゃあプロモーションだな。プロモーションさえしっかりしてれば。あと あれだよね、うん、多分ワクワクするのにちょっとかかったじゃん、乃木の正体が分かるまで、ね、そっからなんだけどね。いやでもビバン面白かったからね、選ぶ理由は分かるけどね。そうですね。続いて弥生さんからいただきました。真犯人フラグです。おお、これまた最近の。どうやら秋元作品が好きみたい。穴番にドハマりしたのがきっかけで、赤いナースコールも面白かったけど、真犯人フラグは早い段階で犯人当ててたのもあり忘れられないドラマになりました。見てたもんね我々も。これはいや、これもハマりました。毎週楽しみだった。で考察しがいがあったねやっぱりね。まあ、最終的には迫田さんの太ももにアイスピックっていう名シーンが生まれたからね。名シーンじゃない。やられちゃっただけだから。真犯人フラグって言ったらもうあのシーンでしょ。めちゃくちゃ疑われてて最後刺されたっていうね。そうだよね。しかも半年やってたからね。
そうだね。俺このやっぱ半年やってるっていうのが俺結構いいなと思う、この考察系で。なんか3ヶ月ってすぐ終わんない？まあね、その10話ぐらいだと10話って。急ぎ足になるじゃん、どうしても内容がこうギュギュってか詰め込まれて。じっくり半年かけて描いてくれるとなんかこう見やすいっていうか、のめり込みやすいっていうか、俺的にはね。わかるわかる、すごい見応えがあったっていう感じだもんね。真犯人フラグか、なるほどね、うん。続いてブルプルルさんからいただきました。リーガルハイ、あー面白いね。リーガルハイも面白いね。新垣さんが人妻になってしまったらマイナスポイントですが、わら、そこマイナスなんか。いやでも、いやでもこれすごいよ、坂井雅人さん、ビバンに続いてリーガルハイもこうやってみんなに上げてもらってるから名作に出てるってことだよ。そうだよね、弁護士ものとかなんかそういうので今までやってきたのじゃなくて、初めてなんかこう破天荒なキャラが弁護士でみたいなさ、なんか今までの常識をちょっとぶち壊すみたいなイメージがあったな。変わりもんでちょっとなんかこう嫌なやつに映るんだけど、ちゃんとこう法廷でちゃんと芯がある、変わりもんだけど芯があってっていうところだね。あとめちゃくちゃ長尺のセリフがあるっていうところで、見応えあったな。リーガルハイも人気ありそうだな。面白かった。続いてナッシュさんからいただきました。 IWGP ですかね、プロレスの話かと思ってアマプラで見たら全然違ったけどめっちゃハマっちゃいました。2000年のドラマなので今じゃできないような描写が最高です。 IWGP って新日本プロレスのチャンピオンベルトね。そうだね。間違うなよ。なんで永瀬智也が IWGP 挑戦するんだよ。棚橋宏と戦わないだろ。そうよね。これあの見てた俺も。池袋ウエストゲートパークね。これは脚本クドカンだもんね。そうだよ、うん、だって永瀬くんもそうだし、やっぱ窪塚めちゃくちゃかっこいいみたいな。 GTO とか出てて頭角表してきてこれでブレイクしたみたいなとこない、窪塚。あーそうだね、うん、そんなイメージよ俺。マンジュラインね。ええ、マンジュラインレゲエのレゲエネーム。知らねえ。そんな名前なんだ。そう、マンジ固め。違います、 IWGP マンジ固めで決めないでください。アントニオ猪木の必殺技ね。うん、なるほど。でもこれも人気作品だもんね。続いて YF さんからいただきました。オレンジデイズです。今33歳です。当時中学生だったのですが、キラキラした恋愛や友人関係へ憧れを抱いた記憶があります。いざ自分自身大学生になった僕はオレンジデイズのおの字もないようなバリバリの理系大学生になってしました。耳の聞こえないヒロインさえ、かっこ柴崎コウさんのためにみんなで手話を勉強して、夏に車でオレンジレンジの上海ハニーを手話付きで歌ってるシーンが印象的です。ガラケーのショートメールで気持ちをぶつけ合ったり、青春です。再放送で大人になってから見ても色褪せない名作だと思います。オレンジデイズ、これ唯一と言っていいぐらい俺も見てた。マジか。青春ぶってその時代はこの YF さんと一緒で憧れみたいな抱いた記憶あるね。うわ大学生ってこんな楽しいんだみたいな思った記憶ある。で蓋開けてみたら高卒っていうね。男子校高卒っていうね。全然違う世界線に行っちゃってんだ。憧れたのに。そうなんだよ、蓋開けたら男子校高卒だったね俺。いやー俺通ってないんだよこれ。あ本当。うん、当時はめちゃくちゃキュンキュンしたね。今見たら多分しないんだろうけど、もう心が凝り固まっちゃってるんで。でもなんかすごいね、キャストも見ると。いやめっちゃ豪華よ。妻夫木聡さん、柴崎コウさんだよね確か。あと誰出てる？成宮くん。あ大丈夫よ、大丈夫大丈夫。あーじゃないの。それ NG ワード出したわけじゃないから、こっちもすいません、うん、でエータとか小西真奈美、山田優、上野樹里、小日向、うん、小日向さん犯人じゃない。これ違うよ、俺オレンジデイズ俺見てないけど、さすがにこの犯人が出てくるとか考察系じゃないでしょこんな。今やねもう怪しまれの代表格だからさ、そう小日向さんなんて。うわすごいな、ちょい役で田中圭が出てますから。すごい作品だね。でもそのキュンキュンしたなっていう俺の思い出あるわ。うん、
じゃあ青春って感じのあれですね。そうオレンジデイズ、まあこういう感じで、まあ、コメント紹介しましたけど、うん、本当にたくさんのコメントをいただいて、やっぱ割れるもんだね。こうやってバッと見るとさ、最多でも2票よ。最愛とか流星の絆、リーガルハイ、シアニーラグ、ジン、あなたの番です、愛してると言ってくれとかさ、この辺が2票。ジンとかは見てなかったな。見てない。視聴率いいみたいに騒がれてたのは知ってたけど、シャに構えてたなこの頃も。まあでもほら、人によってね、恋愛系がいいのかヒューマン系がいいのかとかさ、時代劇がいいのかとかいろいろあるから。そうね、最愛とかもさ、もう我々がこの YouTube 始めてる時にやってた作品だからね、なんで取り上げてなかったんだろうなって思っちゃうし、今更ながら考察系ですごい盛り上がってたのに無視してたんだよ我々。何をやってんだろうね本当に。そうですね。で1票のドラマもだいぶあって、なんかこの中で気になるのとかありますか？やっぱ古畑任三郎とかはあれめちゃくちゃ好きだ。1話完結で見れるし、古畑ってさ、うん、やっぱり刑事でさ、いい人なのに、うん、なんか犯人側の目線になって見ちゃうっていうか、うん、なんか見てるこっちが追い詰められちゃうようなさ、面白かったな。通ってないな。マジか。今からでも絶対面白いわ古畑なんて。あ、本当。うん、モノマネできるようになりたいなぐらいしか思ったことなかったな。そのなんかできないんだよね。みんなできるでしょ古畑のモノマネ。できる？いやできますよ。ちょっと教えて。このドラマ面白いですね。今のってあれだよね、今泉くんのモノマネだよね。違う。ねちっこい。二人でこんな喋り方してたら話が進まないぜ。古畑任三郎、今泉くんは知ってんだ。その名前とかだけは知ってんのよ。なんとその人気作品のっていうのは大体の、うん、そのあとスマップが犯人だった回とか、一郎が犯人だった回があるんでしょ。はいはい、名作ですよ。そういうのは知ってんだけどね。一応一票入ってるところではトリックとかも面白かったね。仲間由紀恵さんか。そうそうそう、安倍博さんと、うん、おしんとか入ってんだから。俺ら生まれる前だった。おしんなんて橋田壽賀子さん脚本のやつね。あ、そうだそうだ、うん、そう、踊る大捜査線とかね、うん、ハンザー直樹、はい、何なんだろうこの坂の上の雲っていう、この崖の上のポニョみたいな語呂が。何坂の上の雲、全然知らない、聞いたこともない。俺も初めて聞きました。でもあるんだねそういう名作が。うん、若者のすべてね。フジファブリック。違う。今年の夏も終わるなじゃないのよ。ないかな、あるかなじゃないのよ。名曲だけど、めっちゃ好きだけど俺。うん。違う。木村拓哉さんがまだ脇役だった頃よこれ。わかるわかる。だって買ったもん。トゥモローネバーノーズ。とどまるとこ知らないね。買っちゃった？買った。いやまあだから。こうやって見ると人それぞれナンバーワンドラマってドラマの数だけあるなっていうね、うん、ちょっとこの中から参考にして今からでも見てみようかな俺、うん、取り戻そうかな。ドラマはいつでもその時代を取り戻せますから。じゃあちょっと取り戻しの旅に出かけるね俺。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。いやホリエモンじゃないんだから、ね。YouTube の、うん、ないかなあるかなないよな。うるさいな、フジファブリック、うるさいな。たくさんのコメントありがとうございました。一応この、まあ、今回だいぶ時間オーバーしましたけども、10分雑談これからちょっと定期的に上げていこうかなと考えてまして、一応金曜日の18時に毎週公開していこうかなと思いますんで、皆さん楽しみに聞いていただければなと思います。お願いします。それではまた次回の雑談でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。